はい、皆さんこんにちは、よしきです。今日はですね、バク転についてやっていきたいと思います。以前ね、バク転のできない人に向けたトレーニング動画を撮らせてもらったんですけど、今日はいよいよバク転の本格的な練習方法となっています。この動画を見て練習いっぱい続ければバク転絶対できるようになると信じて作りましたので、ぜひ今回の動画を見てやってみてください。またバク転全くできない初心者に向けて作りましたが、バク転できるけどまだ綺麗じゃないなとか、なんかバク転が抜けてしまうとか、バク転まだ安定していないなっていう、バク転できるけどもっと良くしたいっていう人のための動画にもなっていますので、ぜひ見てください。それと、バク転を教えている体操の指導者の方だったりとか、体操教室の先生に向けた、こういう練習方法があっていいと思いますよっていう、僕なりのね、選手17年間やってきて、体操教室の先生も今やってて、バク転めちゃくちゃいいよって思う練習方法を多数紹介しているので見てください。それでは早速どうぞ。それではまずは 1,2,3 ジャンプです。これは手の振りと膝の曲げ伸ばしを合わせる練習になっております。右と左で膝を曲げるタイミングは違うんですけど、どちらのタイミングでも大丈夫です。大事なのは膝の曲げ伸ばしと手の振りが合うことが大事です。僕的には左のやり方を推奨していますが、どちらでも大丈夫です。ダメな例の紹介です。手が耳の横までしか触れていない例です。これは、バク転行くときに手つくのが遅くなってしまうのでダメです。左の図のように体が少し反るくらいまっすぐにしてください。次に、体が反ってしまって、体を反らしても、肘が曲がってしまうとダメです。バク転をやるときは肘を伸ばすので、ここも肘を伸ばしてやりましょう。これ結構多いんですけど、手の振りがずれているパターンです。これは手の振りが遅いパターンですね。手の振りをしっかり合わせましょう。これは逆に、手の振りが速くてジャンプが遅いパターンです。これ結構バク転でも起こる人多いんですけど、抜けるバク転によくあるのがこの膝の曲げ伸ばしと手の振りを合わせるといいですね。で最後に、ジャンプが小さい例です。これ本気で飛ばないとバク転にも行きないので、ちゃんと飛んでください。ちゃんと飛べないとバク転潰れてしまいます。この 1,2,3 壁ドンの練習は個人的にはとても重要なので、ぜひやってみてください。特にバク転をやるときに膝が抜けてしまう子、すぐに潰れてしまう子は、この練習をやってみてください。
次は道具を利用したバク転の練習を紹介していきます。このように、バク転をするためだけの道具はお家にはないかもしれないんですけど、大きめのバランスボールだったりと工夫して似たようなことができるので、ぜひやってみてください。この障害物を手をつくところに置くと、しっかりと倒立をした後に足を持ってくるという練習になります。バク転でよくあるのが、手をつく前に足が持ってきちゃう例だとか、足をすぐ振り下ろしてしまって、抜けるようなバク転になってしまうことなんですけど、この障害物を置くことでちゃんと倒立で押してから、遠くに足を持ってくる、胸が落ちないようなバク転ができるので、これは、初心者の方にもバク転練習中の方にもおすすめです。さらにこの障害物、動物とかのぬいぐるみをね、手のところに置くと子供たち大受けなんですよ。もうワッキャッキャーって騒いで踏まないようにしてくれるので、体操教室の先生にも効果は絶対的にありです。最後に失敗例と見本のおさらいです。腕が耳の横まで触れていないバク転です。このように腕が耳の横まで触れないと手をつくのが遅くなってバク転が潰れてしまいます。次は肘が曲がっている例です。肘が曲がってしまうと床に手をついた時に、押せずにバク転が潰れてしまいます。次に手をつく前に腰が曲がっている例です。腰が早く曲がってしまうと、このようにちょっと危ないバク転になってしまいます。で、最後はジャンプが、なく抜けているバク転です。これが結構バク転できるけどうまくできないっていう人が多いですね。最後にいいバク転です。このようにいいバク転を目指してやってみましょう。はい、というわけで今回はバク転の練習方法の紹介をしました。どうだったでしょうか。たくさんの子供たちや選手を見てきて、僕がいいなと思ったバク転の練習方法について今日は紹介しました。まだまだたくさんの練習方法があるんですけど、今回はバク転ができない子にだったり、バク転がうまく立てない子に向けた練習を選びました。バク転できるけどもっと良くする練習法などはまた別の機会に取ろうと思います。特に体操選手を目指している人や体操を教えている指導者の方には伝えたいことがあります。ロンダートとバク転は本当に大事。17年間選手をしてきましたが、最後の最後までロンダートとバク転は苦労しましたし、ずっと練習を続けていました。もう一番最初に覚えるはずのロンダートバク転ができないと、もうその後の技何にもできないんですよ。なのでもうロンダートバク転が一番大事。そこを丁寧に教えてもらえるようにしましょう。体操を教えている人は丁寧に教えれるようにしてほしいなと思います。僕は個人的にはバク転は大抵の人だったら誰でもできるんじゃないかなと思っています。できないにはできないなりの原因があります。膝が抜けてしまったりだとか、地面がうまく切れなかったりだとか、柔軟が硬いだったりとか、腕が触れていないとか、頭がこう先に上がってしまったりとか、たくさんの原因があるんですけど、その原因をパートごとに潰す、その原因を解決すべく、今回のような動画のこの蹴るところの練習だったりとか、腕を振る意識だったりとか、そういう練習をたくさん紹介しました。で、ただやるだけじゃあんまり意味がないので、今回紹介した練習法を
ポイントを意識してどれだけできるかで、ちゃんとそれができているかどうか動画とか第三者に見てもらって評価してもらったりとか確認することが大事だと思います。少しでも僕の動画が役に立てばいいなと、困っている人 あのどう練習したらいいか分かんない人や、どう教えていいか分からない指導者の方たちに役に立てればいいなと思って作りました。またこういう動画も上げていくので、応援よろしくお願いします。それでは今日のところはこれで終わります。バイバーイ、またね。